はい、こんにちは。今日はですね、こちらのボッテガベネタの2つ折り財布を紹介します。まずは全体をざっとお見せしていきたいと思います。まずはですね、ボッテガベネタの代名詞ともいえるこの、斜めのね、編み込みになっていて、中を開けますと、まあ一般的な2つ折り財布と同じ形状になっています。右側にこういう感じでコインケース、小銭入れがついていまして、左側にカードが入ります。カードの枚数はですね、4枚ですね。このカードポケットの他に左右にポケットが大きめのものがついています。そして予算入れ、こちらはですね、中に仕切りがついていますので、お札の種類で分けたりとか、あるいは領収書を片方に入れて片方はお札入れと、そういう感じで使うこともできます。今回はこちらのお財布、外観と中身、そして実際にカードと小銭と、お札を入れてですね、使い勝手を見ていきたいなと思います。はい、まずは外観からです。外観はですね、こちら革がですね、ラム革が使われています。なので一般的な牛革よりもですね、かなり柔らかくて手触りがふかふかしています。非常に持った感じも気持ちいいです。そしてボッテガの代名詞とも言えるようなこの編み込みですね、非常に綺麗で、光沢もですね、こういう感じで光を照らしてみると、いろんなこの光の加減によって表情が変わるのがよくお分かりいただけるかなと思います。縫製もですね、非常に綺麗でして、こちらは色ブラックなんですが、同じ色のブラックの縫製が使われていて、糸も非常に綺麗でまっすぐ縫われています。まあ、ハイブランドなので、このあたりはさすがに仕事は丁寧かなと思いますね。そして小刃ですね、横側のこの小刃も完全に処理が施されていて、全く隙がないという感じですね。こう見ていただくと、この小刃の感じが本当にツルツルしてて、非常に丁寧だなというのがお分かりいただけると思います。こういう2つ折り財布ですと、まあ、男性がポケットに入れるっていうケースも多いと思うので、これだけしっかり小刃が処理されていればへたれる心配もなかなかないんじゃないかなという印象です。でこちらサイズがですね、縦 9.5、 横 11、 待ち 2.5 センチとなっています。本当にあの一般的な2つ折り財布のスタンダードな形と思っていただいていいかなと思います。はい、で続いて中身見ていきたいと思います。最初にお伝えした通りですね、こちらに小銭入れがついていまして、上からこう小銭を入れるんですけども、開いた感じの印象としては小銭入れが少し硬いかなという印象を受けます。入り口は少し狭めで、中もですね、ここがこう三角形になってますので、奥に行くに従って狭くなっていくという形なので、奥の方に入った小銭はもしかしたらちょっと取りづらいかもしれないですね。なので枚数は最低限に収めた方が良さそうです。こちら後ほど小銭も入れていきます。そしてカードケースですね、カードポケットも一般的なサイズ感かなと思います。で枚数が4枚と大きいポケットが左右に2つあるので、ポケット自体は全部で6個ついています。一般的なよく使うカードは左側のここに入れて、普段あまり使わないようなカードはこちらに入れるという感じになると思います。なので普通に入れると大体6枚入れるっていうのが最大の容量になるかなと思います。この大きい方のポケットに2枚ずつ入れたりってこともできなくはないと思うんですけど、おそらくカードがいっぱいですごい膨らんでしまうと思いますし、見た目もあまり良くないと思うので、まあ、後ほどカードを入れていくんですけども、おそらく最大6枚ぐらいかなという感じがします。はい、で細かいディテールなんですけども、内側の左下にこうボッテガベネタメイドインイタリーということで刻印がされています。非常にさりげなくてですね、あまり主張がなくて個人的には結構好きです。こういうハイブランドを持ってるっていうところで、それをあえて見せたいって人もいると思うんですけど、これぐらい控えめな感じ、まあ表がね結構この編み込みで主張が強いので、内側はこれぐらいおとなしくてもいいのかなというのは個人的に気に入っているポイントです。で内側の縫製もですね、非常に綺麗です。こう見ていただくと分かる通り、特にもちろんほつれとかもなく、縫製もまっすぐで非常に丁寧に手作業で作られているっていうのがよく分かります。はい、続いてお札入れですね。お札入れ中2つに分かれていまして、仕切りの部分がですね、外側の大きい革よりも少し、ここですね、短くなってますので、仕切りが外に出てくることもないです。で内側こう見ていただくと、レザーのですね、質感が、まあ、ラムが使われているんですけども、ここも非常に柔らかい革が使われています。結構床面、裏側の面は、帆布だったりとか違うレザーが使われているってことも多いんですけど、このボッテガベネタのこの財布に関しては、内側も綺麗に全部革で
作られていますので質感が非常にいいです。で最初に説明した通りラムの皮が使われているので、一般的な牛革よりもかなり柔らかいですね。この辺の質感がすごいふかふかしていて、触っていて非常に気持ちがいいです。はい、ということで実際にカードを入れていきたいと思います。一般的なプラスチックのサンプルのカードが10枚ありますので、こちらを入れていきます。まずは大きなメインのカードポケットに1枚ずつ入れていきます。入れた感じとしてはですね、さすがにラムの皮、柔らかい皮が使われているので、新品でありながらですね、非常に入れやすいという印象を受けます。ただまあ枚数が増えていくと、この一番外側のカードですね、ここは少し硬いかなっていう感じもあるんですけど、ただまあこういう感じで全然余裕で取り出せますので、実用面では全く問題ないかなと思います。そして横のサイドのそれぞれの大きいポケットに1枚ずつという感じで入れてみたいと思います。はい、こんな感じで今入りました。6枚ですね。で最初にも説明した通りですね、このポケットに2枚入れるのはちょっと厳しいです。一方でこの大きい方のポケットには2枚ずつぐらい、あるいは詰め込めば本当に3枚とかいけますね。でこっちにも3枚入れると、入ることは入ります。これで10枚入りました。3枚、そしてここに4枚、で合計10枚ですね。で厚みがですね、やはりこうどうしても出てきてしまいますね。こういう感じで横で見てもらうと、この段差がこう浮いちゃって踊ってしまうのがお分かりいただけると思うんですけど、10枚ぐらい入れるとこれぐらいの厚みになります。ここからさらに小銭とお札も入れると結構パンパンになっちゃうかなっていう印象です。ただ持った感じはですね、そんなにそのカードが外側に出てくるっていう感じもなくて、この編み込みのおかげで、革のクッションになっていて、そんなに目立たないですね。思ったより10枚入れてもそんなに気にならないかなっていう感じです。段差もあんまり気にならないですね。二つ折り財布で結構収納カードを持ち歩きたいっていう人にとっては結構いいお財布かもしれません。はい、続いてお札です。1万円札2枚、5000円札1枚、そして1000円札2枚、2万7000円あります。こちらを入れていきます。はい、こんな感じでスッと入ります。非常に入れて気持ちがいいですね。お札の部分もですね、レザーが非常に柔らかいので、スムーズに入っていきます。この内側が硬いとどうしてもこの内側の部分のこのね、締め付けが強くなってカードが、お札がですね、入れづらい時もあるんですけど、このお財布に関しては非常にスムーズにこう出し入れができます。そして入れた感じのはみ出具合ですね、今2万7000円分入れてるんですけど、ちゃんと入れればそんなに気にならない感じです。ただどうしても日常生活でこう雑にこうね、入れてしまうことってあると思うんですよね。そうするとまあもちろん多少はみ出るんですけど、大きい外側からはみ出なければそんなに気にならないと思うので、多少雑に入れても問題ないかなと思います。そして内側なんですけども、仕切りがあります。なのでこの仕切りをうまく活用して、例えばですけども、1万円札を外側に配置して、内側は5000円札と1000円札っていう感じで分けることもできます。なのでお会計の時にパッとどっちに何が入ってるっていうのが分かりやすいので、個人的にはこのお札入れが仕切られてるっていうのはかなりアドバンテージといいますか、評価ポイントになるかなと思います。ハイブランドでここまでちゃんと分かれてる財布って意外と少ないのかなっていう気もするので、その辺はボッテガベネタのこの作り手のね、利便性に対する思いっていうのが感じ取ることができます。はい、最後に小銭です。15枚ほど小銭ありますので、こちらを入れていきたいと思います。はい、小銭を今15枚入れるとこれぐらいです。結構上まで来ちゃってるので、取り出しやすさはこうね、上に来てる分取り出しやすいと思うんですけど、奥の方にあるのがもう何が入ってるかっていうのがちょっと見えづらい、重なってしまうのでね、見えづらい部分はあります。パッと開けて取り出すっていう感じなんで、最低限の使い勝手は確保されてますけども、細かくどこに何が入ってるかっていうのを細かく見たいっていう人にとっては、少しやはり小銭入れは小さいかなと思います。15枚入れるとやはり厚みがね、かなり出てきてしまうので、これぐらいこう厚みが出ます。そして締めるとこういう感じでですね、勝手に開いてしまうぐらい、浮いてしまいますので、やはり枚数は10枚あるいは10枚以下、10枚未満で収めるのがいいのかなと思います。ただこれぐらい入れるのって結構普通にあると思うんですよね。小銭15枚のお札が10枚いかないぐらいですかね。そしてカード10枚っていう感じなので、これぐらい入れても許容できるという人にとっては非常に収納力もあって、いいお財布なんじゃないかなと思います。実際こうして入れてみて思うのは、
やはりこのラムの皮っていうので非常に柔らかいっていうのがアドバンテージになってるなと感じました。っていうのはやはり牛革ですとこれぐらい枚数とか小銭入れてしまうとかなり膨らんでしまって、使いづらい、硬くて使いづらいみたいなことが結構あるんですけど、ラムの皮が使われているおかげで全体が柔らかくて、結構な枚数を入れてもそんなに使い勝手が損なわれないっていうのを感じました。なので、柔らかくて収納力もあってコンパクトでっていう非常にバランスの取れたいいお財布だなと思います。こちらの商品詳細は概要欄にリンク貼っておりますのでぜひチェックしてみてください。こちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。